こんにちは、ニコアミです。最近台風多いですね。本当に皆さんのお住まいの地域は大丈夫でしたでしょうか。晴れてるね、日が少ないのでお洗濯とかね、衣替えとかなんか困りますよね。今日みたいな日は本当忙しいなっていう感じです。まあそんな中で相変わらずね、右腕が痛いので、あの左腕でできることをまあちまちまとやってるんですけれども、その一つに部屋の片付けがあります。撮影部屋ね、この部屋がね、めっちゃごちゃごちゃでね、困ってました。そうなんです、過去形なんです。アイデアをね、思いついたら系統をね、どんどん出してね、どんどん編み続けてったので、こんな感じになってしまいましてですね。で、もともと片付けが苦手っていうこともあって、ほんとね、汚部屋出身の女っていうね、漫画あったと思うんだけれども、まさにそんな感じでしたね。でね、ついにね、プロの整理収納アドバイザーの方にお家に来ていただいてね、助けていただきました。じゃじゃーん、片付いた部屋がこちら。で、本当にね、すっきりして、ああ、もうやっぱり片付いた部屋で暮らすってすごい贅沢って思っちゃいましたね。そしてね、今はさらに進化して、じゃじゃーん、こんな風になってます。生まれてね、初めてこんな風にすっきり片付いた部屋をね、キープできてます。そうなんです、キープできてるんです。今回ね、片付けをサポートしていただいたのは楽しかさんの藤田さんですね。最初はね、お片付けレッスン、自分の住んでる地域でね、ネットで検索かけてセミナー受けようと思ってたんですね。大概の整理収納アドバイザーの方ってブログをお持ちなので、でそれのビフォーアフターとかね、読んでたら、あ、家に来てもらう方がいいかもと思って、で楽しかの藤田さんは動画をね、出されていたので、安心して頼むことができました。友達にね、家に来てもらったんだよって言ったら、みんなすっごいびっくりして、みたいな、片付いてない部屋人に見せんの絶対嫌だっていう風にみんな口揃えて言ったんですけれども、じゃあ具体的に整理収納アドバイザーの方にね、来ていただいた良かった点をね、挙げたいと思います。その1がね、自分がね、思ってたより短時間で片付いたことです。なんかプロに手伝ってもらうってこういうことかっていうね。で、何が早くなるかっていう思った時に、私の場合はね、最初に全部ね、物を出してきて、いらないもの、それからよく使うもの、まあ必要なんだけどあまり使わないものっていう、この3種類に分けていくんですね。私はね、いつも困ってたのは、その時になんかネジとかちょっと欠けたプラスチックで、でもなんかどっかに必要かもしれないと思って取ってたやつとか、また判断に困るものをね、全部どうしたらいいのか、捨てるか残すか、それをね、一個一個ね、相談できるのが本当に助かりました。もう後悔のない断捨離っていうんですかね。みんなここで困ってる人多いんじゃないのかな。頼んでよかった点、その2、リバウンドしない部屋になりました。今まではね、片付けたと思って、そして1週間ぐらいしたらまたね、元に戻っちゃうんですよね。で、今回もね、案の定ね、こうなんかいろいろやってたら散らかっちゃったんですけれども、どこに何をしまうか全部ね、決まってるんですよね。機械的にこうもう動くだけで、頭使わずに体を動かすだけで、こうシャッシャッシャッとこう直すだけでよかったので、あれ、私直すって言っちゃってるかな。直すって関西弁でしまうってことなんですけども、片付けてる時に、あれ、これどこだっけ、よくわかんないから、じゃあとりあえずなんかソファーの上とか椅子の上に置いとくかみたいな、そういうのが全然なくなって、もうさって綺麗になったんですね。なんかね、プロに頼むってこういうことかってね、思いましたね。めちゃくちゃそれも感動しました。とにかくね、どんな細かいものでもうやむやにせずに全部ね、居場所を作るってね、すごいなって思います。なんか物に優しいんですよね。なんか帰るお家がね、物にもあるっていうね。で、撮影部屋がね、あまりにも快適な空間になったので、他にもね、アドバイスしていただこうと思って、今度ね、3回目お家に来ていただくんですけども、うち階段の下に三角タイプの難度があって、こう奥に行くほど狭くなるみたいな、なのでその仕上がりもね、なんか興味ある方いらっしゃったら、ビフォーアフター
お見せできればいいな。というか、楽しかの藤田さんがそのビフォーアフターの写真をね、撮ってくださってるので、よかったらブログ、動画の下の説明欄に貼っておくので見てみてください。具体的な系統の収納とか文房具の収納とかはね、お見せしようかなと思ったんですが、まあ、ここから話すとまためちゃくちゃ長くなるんで、次の動画にしようかなと思ってます。では、最近プロに頼んでよかった、感動したというお話でした。ではまた次の動画で。